15歳の時に九州場所行くじゃない。ただ歴々の親父にさ、ちょっと牛乳買ってきてくれって100円の牛乳買ってきたら9900円お釣りがあって、あ、お釣りですって牛乳ですよ、あ、いらないそんな飯食いって、俺歴々のお父さん、もう歴々のお父さんしょっちゅうお金くれたからね、昔のね。いやもう本当に、だけどでっかい雀荘だったんですよ。で初めて行った時にこうやって座ったら飲めとか言われて飲まされたのかね、ヤクルトに俺の飲み、俺のヤクルト、あれうまいよ ね、 うまかったね。で行くぞとか言われて金庫とかレジチーンとかで全部持っちゃって悪いよ、そうでみんなそれって大変な思いするから、ガバーって掴んでそのままもくしゃくしゃなお金にしてゲット入れてとか言って遊んでこいとか言ってでみんなに金をって、うん、お母さん大丈夫なのかな、お母さんとかみんな周り大変なんだよ、ね、もうそれ本当に全部持ってくんだよ、こうやってチーンとか開けて。